はい、どうも皆さん、こんにちは。ボドカです。今日はですね、雑談動画ということで、久しぶりの BO2 なんで、ボットうちでもしながらっていう感じで喋っていきたいなと思います。一応 DSR を使ってコッキャンで練習していこうかなと思います。さあ、というわけで、5分間のボットうちなわけなんですけど、今日喋る内容はね、PS3 の ID 偽装だったり、ツイッターの偽物アカウントだったり、まあそういう系のちょっと気持ち悪い感じの話題になります。なんで、まあみんなもね、ちょっと騙される人が多かったりするんで、まあ、聞いていただけたらなと思います。まず、ちょっとこれは早急に対応しなきゃいけないなと思ったんで、まず一つ目ですね。一つ目。ツイッターの、僕の偽物、ボジョッカチャソっていうのが僕の本垢の ID なんですけど、それにプラス S をつけたボドカチャソ S っていうね、ID があるんですよ。まあ、詳しくは URL を概要欄に貼っておくんで、まあ見てもらったらいいと思うんですけど、で、そいつがですね、なんやろ、4文字 ID プレゼントしますみたいな感じで2500円とかで売って、で、まあ詐欺をしてるみたいなんですよね。で、売りますっつってお金だけ先に払わして、もうブロックしちゃうみたいな。そういう悪質な僕の偽物がいたりするんで、で、みんな結構騙されてね、もう、そいつのフォロワーが2000何人とかいるんですよ。なんでね、僕、この動画を見てる方は全員ブロックしてもらえたらなと思います。全員その URL からそいつのところも飛んでもらって、で、全員そいつのことブロックしてもらえたら、ちょっと助かるなって思います。もうそいつだけなんですよ。他のやつはまあ、ゼロフォロワーで200人とかだったり、まあ、本当に何もしてないアカウントで適当に作ったりして、やってるだけなんですけど、そいつだけはね、定期的に呟いたりしたり、もう自分のためだけに僕の名前悪用していろいろやってるんで、まあ、ちょっとこの動画を見てくれてる方はね、協力していただけたらなと思います。よろしくお願いします。で、二つ目。PS3 の ID 偽装ですね。で、これに行く前に、ちょっとね、宣伝ですね、宣伝。僕の所属するローバースナイピングっていう、フィードのクランがあると思うんですけど、そこのリーダーのですね、ベンガエクセルってやつがいるんですけど、で、そいつの身内会議で井上コミュニティっていうのがあるんですけども、本当に日本人のゴーストフィーダーですか？ゴーストフィーダーが、の上手い奴らばっか集まったコミュニティなんですけど、そのコミュニティで、コミュニティタージュって言ってね、めちゃめちゃやばい目のクリップしかないゴーストの動画が、1、2週間くらい前に上がりました。で、まあ本当にね、これ、まあ、宣伝してくださいって言われたんで、本当にね、伸びないとおかしいレベルのめちゃめちゃやばい。それこそね、レッドの JMR っていうね、もうめちゃめちゃうまいゴーストのフィーダーがいるんですけど、そいつからコメントが来るくらい、もう本当に素晴らしいね、フィードのモンタージュなんで、コミュニティタージュなんで、まあぜひぜひ皆さん、それも概要欄に貼っておくんで、目を通していただけたらなと思います。井上コミュニティ。ゴーストモンタージュみたいな感じかな。多分、ゴーストコミュニティモンタージュみたいな感じなんですけど、本当に質の高いクリップばっかですね。シックスオンは当たり前、クワッドヘッシュは当たり前、それこそファイブオン2回押し上げ、3回押し上げは当たり前みたいな感じで、もう本当に素晴らしいクリップばっか入ってるコミュニティモンタージュだったんで、まあぜひ見ていただけたらなと思います。まあ編集もね、結構いい感じになってるんで、まあそれなりに見て、ゴーストなんやけど、ゴーストが嫌いな方でも楽しめるかなと思います。はい。で、次ですね。これ、結構大事なんですけど、次3つ目ですね。ID 偽装についてですね。ID 偽装が最近増えてますね、本当に。僕のね、ID、ウォッカ先輩だったり、L9 ニューだったり、いろいろ増えてると思うんですけど、ちょっとそれの対応策として、僕ちょっと箱しか、ほとんど箱でやろうと思います、これから。はい。もうあと2、3ヶ月の辛抱やし、で、プラスで PS3 画質が悪いんでね、あんまり、やりたくなかったっていうのもあって、まあちょうどいいかなと思って。まあ、これからちょっと箱で、まあ、バンバン PS3、違う、BO2、Xbox BO2 ですか？をやっていこうかなと思います。まあ、もちろんね、ドミネーションとかサーチ&デストロイとかは PS3 じゃないと、さすがに録画できないので、そっちの方で PS3 でやろうとは思うんですけど、まあ、スナイパー、チームデスマッチでスナイパー使ったり、まあ、そういうことをして、する実況に関してはもう箱オンリーでやろうかなーなんて考えてるんで、これからですね、ウォッカ先輩に会ったり、L9 ニューに会ったりする人は、もう全部 ID 偽装やと思ってください。で、本当に気持ち悪い奴がいるんですよ。本当に気持ち悪いんですよ。もう改造機ユーザーですね。気持ち悪い奴は。改造機ユーザーがね、もう本当に僕の名前を悪用して、ずっとやり続けるんですね。僕改造機ユーザーが割と嫌われてるんで、まあ僕の名前を使ってね、ずっとやったり、もうね、本当に気色悪い奴らがいっぱいいるんですけど、まあ皆さんそれにはあんまり騙されないように、気をつけていただけたらなと思います。
で、もう一つなんですけど、まあ、ID 偽装じゃなくて、ウォッカなんとかみたいな感じで、まあ、リスナーの方に注意喚起なんですけど、ウォッカなんとかみたいな ID を全部僕の偽物やと思って、たまに暴言メッセとか送る奴らがいるみたいなんですよ、ボドカキッズで。で、本当にやめてください。クソ迷惑なんで、それだけはマジで勘弁してください。ウォッカなんて名前はクソ大量にいるし、それこそウォッカってね、お酒の名前なんで、そりゃいるんですよ。お酒好きの人がウォッカなんとかって作ったらもうそれは、その人がお酒好きやからもうその PSID で当たり前なんですよ。ね。まあそのウォッカなんとかってついてて、ペンギンのエンブレムでみたいなやつはもう確実にね、アンチとかまあそういう偽物系とかなんで、まあガンガン暴言メッセージ送ってもらっても全然構わないんですけど、そういうやつらはね、本当に教室の隅野郎なんで、もうクソドインキャーゴミクズなんで、ね。あまり、言いたくないんですけど、まあ、死ね貸すということでね。まあ、皆さんもそういう奴らに対しては、もうバンバン暴言メッセだったり、通報だったりしてもらっていいんですけど、まあ、それ以外の、ウォッカってついてる奴に対しては、あまりそういうことをせず、この人はウォッカっていうお酒が好きな人なんやな、ということでね、注意してもらえたらなと思います。はい。というわけで、お疲れ様でした。今日は久しぶりの BO2 動画でした。また明日からどんどんスナイパー動画とか上げていこうと思うんで、ぜひぜひ見てください。というわけで、さよなら、バイバイ。最後鼻詰まって、ちょっとごめんね。